多分青いカードキーがある先に多分あと残り1個あると思うんだけど、その青いカードキーがどこにあるか、あーとか言ってたらあったわとか言ってたらありましたわ。よし、これで最後のやついけますね。ブルーキーゲット。おーい、どっかにバレる、ないのバレる、爆発できる、爆発させたいんだけど、あのとこに回復ステーションがあるけども、ダメだ、バレルがないから破壊できなかった。結構バレル巻き添えで3人結構難しいな。うわ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 、またお前かよ。あ、登れなかった、くっそ。死ねー、よっしゃー。何いるの。うまいこと避けるな、あいつ。死んだ死んだ、よし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 。結構今後も結構簡単にポイポイ出てくる感じなのかな、でかいのは。よし、最後だぞ。行くか。弾だけ取って。他なんかある？チェーンソーのあれあるな。これなんだ。ああ、これ向こうか。こっちはまあいいや、とりあえず先に行きましょう。これもな、関係ない。よし、行こう。ゴアネスト赤い。こんなちっちゃいところあんでかいのは、こんな狭いところあんでかいのは湧いてこないよね、さすがに。これから共に新しい技能を作る。うん？お、上か。どいてくれ、どいてくれ、そこのやつパンチしたい。よし。そういう方法。わあ、やっぱ出てきたか。よっしゃー、おら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 、いったいったいった、いやー死ぬ、助けてー、もう無理よー。いけー、固まれ。よし、ごめんなさい、高い。次は冷却タービンの始動ね。なるほど、了解了解。ロックダウン開始。タービン室のドア開放。成功への基盤です。これから共に。どう？こっちは関係ない。あ、こっち前来たとこか。じゃあ向こうだ。あ、ここね、冷却室。よしよし、おお。
警告、コア温度が危機的レベル。これかな。冷却タービン始動、起動。やばい、いっぱい来た、まずい。倒せというか、任せろ。ちょっと待てよ。ちょっと待てー。シールド、プラズマライフやっぱ強いね。あのなんかでかいの出てきた音がしたけど気のせいか。あーやっぱ来た、でかいの。まずザコ、まずザコから、まずザコから。ちょっと待て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 。待て待て待てよ待てよ。よっ。あ、死んだ？おい、死んだ。オッケー、冷却完了。まだ出んの？結構出るね。ちょっと数多いな。これラストか、このマップ、このステージの。弾がなくなる。ちょっと待て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 。うい、うわー、でかいのいるし、いつの間にか。2体もいる。これラストって感じだな。とりあえずとりあえず1体ずついこう。まだまだ弾は残ってるぜ。動き回りながら戦えば問題ないさ。あ、やばいやばいやばい。エボルブみたいな飛び方すんねん、お前ら。よし、片方死ぬ。片方できる。片方片付けられる。死ねえ、あれ。あともう一丁。よいしょ。いけ、死ねえ。ざまみやれい。よっしゃ、オッケー、倒した、クリア。よっしゃー、クリアかな。よっしゃ、安定した、オッケーかな、クリア。信号を調べる。近くの信号制御室が稼働しているようだ。オリビアかもしれない。オリビアってあいつか、そのなんかこのデーモンっていうか敵を沸かせてる張本人みたいなやつか。上か、ちょっと行きましょうか。弾がもうない、ちょっとこれ用意しとこう。ここか。誰誰誰誰誰誰誰。プラエルトークン、あ、これね。まあ、貯めとこうかな、今んところは。なんか 2個とかもあるし。あと、爆発ダメージ低下欲しいから、とりあえずこれ取っとくか、先に。はい。これは？いるじゃん。証人、オリビア・ピアス、アルファ402。なんか死にそうなぐらい細いな、お前。アイデン博士、電源をアーチャントエネルギータムに切り替えました。
彼女はこの世界と奴らの世界との間にポータルをこじ開けようとして、これじゃ何をしようとしてんだ。どうせ彼らを救うことはできなかった。こいつが裏ラスボスっていうか、あれか、裏の黒幕か。いやー、なんかうわー、敵来たし、チェーンソー使うか。弾くれ、弾くれ、よいしょ、よし、クリア、メルトダウンクリア、やったぜ。で、オリビア以外システムをオーバーライドできない、地表から手動でアージェントタワーを閉鎖する。次はこのアージェントタワーってやつか。よし、多分クリアかな。先にちょっと武器のアップグレード的なやつ2個か。プラズマの方はあんまできない。これはマイクロミサイル、ね、ショットガン結構使うんですけど、ちょっと待って、このプラズマは後で、LMG のミサイル系も結構使うんで、マイクロミサイル使用時の弾薬消費量減少、マイクロミサイルのリロード時間を大幅短縮、マイクロミサイルラックが発射状態になる時間を短縮、弾薬消費量の低下かな、これが欲しい。よし、これで。よし、じゃあ先に行きましょうか。これは設置出る。よし、クリアかな。はい、クリア。コンバットってか、違う、コンバットじゃない、メルトダウンクリア。はい、つうわけで、ね、ちょっと長いんで、多分2本3本に区切りながら多分やってたと思いますのでやってくっていうかね、俺はまあ今から編集するんだけど、まあ皆さんがね見てる頃にはもう動画編集終わってるんでね、多分やってたと思います。はい、というわけでまた次回の次のミッションでお会いしましょう。お疲れ様でした。